大阪まで行きませんが、こんにちは。ね、見てすごいすごい、すごい、ハッピーバースデーってなってる。あ、すごいね。一足先にソフトクリームください。わかりました、ソフトクリームあげます。あ、来て来て、こんばんは。ソフトクリーム、すごいすごい、ちょっと揺れるな。ハッピーバースデーすぎる。酔ったらすみません。お誕生日おめでとうって来てる。ちょっとまだやね、みんな、みんなお誕生日まだやね。まあちょっと何の曲がお似合いでしょうかね。何でしょうかね。公園、あ、これ定型文なのって。すごい、こんばんは、こんばんは。公園前に、こんばんは。ね、あれさ、あとでね、ツイッターシェアしてる？してないよ。あ、これはシェアないかも。エンデルとお姉様たちで疲れた。マジで人生で一番手早く動かすってぐらい早く動かした。今日もリオピヨシ固まってるかなね。楽しみだね。やっほー、いつも固まってるから。ちょっと前髪が今日熱くなりましたわ。最大固まり人数は3人です。近くにいるよ、早く会いたい。おい、ナイス、待ってるよ。最近公園たくさん先取りできるんだ、すごいね。え、すごくない？今びっくりした。今ショールーム側にも祝っていただけるなんて。次の公演はいつだっけな。姉ちゃん時間に間に合うか。え、マジで危うい。でもピッタ始めたから、公園何時間、パッティッパッティッシュッて18時45分です。もうすぐですだから公演よろしくね。待ってまーす。今日の声入ります。待ってまーす。ね、確かに。ショールーム誕生日集。え、すごいよな。めっちゃなんかすごい。前回はそう揃いました。すごいわ。こんにちは、タイから。遊びに来たで。ありがとう。定型文風に送ってきてるわ。ハロー。ハロハロー。兄さんはこんなギリギリでほんまに危なかった。でも絶対今やりたかったからダッシュできた。ね、あまり NMB に興味ないですが、いや、ナナミンコール頑張ります。ありがとうございます。ちゃん見て、目を、ああ、皆さんのコール待ってます。ねえ、ちょ、リップの色がないからちょっと、ちょっと強くじゃない。なんか痩せた、痩せた、なんか痩せたね、なんか、え、なんか前髪違う、そう、前髪分厚くなって、いや、なんか雰囲気ちゃうもん。これで公園で汗かいても棒にはならない。今日の MC のお題は、お題は何でしょうか。何やろ、メイクがさ、多分、あれかも。そう、ゆうちゃんと目を覚ますよ。こんばんは、こんにちは。今日がバブイですね。そうかな。え、今日見に来た。マジでもう今、今もうほんまに人生でなんか急ぎすぎて、なんかマジで放心状態って感じ。本当？おい、マナはどマナは会いに来てよ、マナにも。マナちゃんにも会いに来たよ。あ、生誕ティーが、え、そうやね、出るのめっちゃ嬉しい。で、初めてのさ、人の生誕祭やからさ。え、違う違う、初めて、あの、もらったさっき。え、見た、え、ちょうだいよ。え、レイヤ初めてなの。そう、ハッピーバースデー、人の生誕祭初めて、バースデー。なんか感じが違う、化粧感と、だからドキドキ。なんやろ、なんか、なんかでも確かにマナも思うね、ちゃうよな。そう、次はね、10日の久しぶり、10日のね、生誕も出れるんですよ。なので、もう3回連続、ね、もうほんまに出たかった。今日涙袋すごいかも。レイニャが来ました。ラジオの出演の感想は、緊張したけど、ゆいなさんとたきぽんさんがすごく優しくしてくださったおかげで、楽しくラジオをすることが、初めてのラジオをすることができました。もうそれは、あの、絶対、雰囲気違えなって、なんかちゃうよな、マジで。メイクちょっと違う、そんなことない。予備にお願い。まあでも中身は変わってないんで。リップがないから。どういう人ですか。一回噛んでこうやって 血をにじませる。足の非関係かな。リップだったみたいな。MC の MC のお題かな。生誕祭申し込んだよって。そうなの。待ってます、誕生日おめでとうって。ちょっとみんなまだやで、あと2日後やで。なんだっけ、ちょうど走ってきたところで通知来た。走ってきました。あ、走ってきたのか。双葉さん、クラッカーありがとうございます。あ、え、絶対あるやん、誕生日しようやん。ゆらくん、ハートありがとうございます。久しぶりです。20日のキャンプ、ね、20日のキャンプめっちゃ楽しみ。どうしたの。時間を後で教えてもらおうと思う。あの、なんか号泣、今日も河内キャンプとか書いてあって、号泣、なんかバブいな、なんか違うよな、今日泣く方の号泣も入ってると思うんだけど、言うか。でも多分あれやった、多分公演中に前髪の巻きが取れて顔は一緒になりますわ。
誕生日あさってですね。そうです、誕生日あさってです。かき揚げさん、はい、ありがとうございます。久々に公演前後の配信だから公演メイクでバブく見えるんかも、ね、ああ確かに、ね、確かにそういうことよ。みんな絶対、え、でも20日だからもう、ココナッツありがとうございます。2週間くらいなので、今日の前髪は清介かわいい。あのなんか薄か、何あの少なくなってて前髪が、だから増やしました。号泣の予感がね、だよね、はい、モフさんハートありがとうございます。え、どういうこと、号泣、あ、号泣、こんばんは、こんばんは、号泣って号泣規制の号、号ってこと、あ、そういう意味もあったんだ。じゃあめっちゃかかってるんだね、号泣号泣号泣って。あ、こういうこと、生誕ティーハイ欲しいって。違います、あ、ごめんなさい、いやだ、生誕ティーハイ欲しいって見たよな、生誕ティー号泣も入ってるの。そんなたくさん意味あったんだ。瀬戸さん、ゴールドマイク、あ、号泣ってなってる、ありがとうございます。知らなかった、それは。じゃあめっちゃいい、たくさんの意味が入ってるっていうことで、まだ号泣、まなみが一番可愛いよ、号泣の涙の意味があるかわかんないんですけど。ライスクリーム、野原しんのすけのすけさん、レインボーさんありがとうございます。ホシリンがアパレルプロデュースするんだって、基本女性ブランドで、ユニスもあるって、そうだな、すごっ、ちょっとチェックしたい、適当に双子の姉やろって、おいおいおい、つけた説ある、いや、ありえますね、それは。あ、ちょっとありえますよ、東さん適当につけた説、なんか紙吹雪ありがとうございます。なさそう、どうなんだろう、でも8時までって書いてあったんで、夜7時からとか、お誕生日おめでとう、あ、生誕祭申し込んだ、当たりますように、当たりますように、リオピが出ます、生誕祭の日、はい、出ます。なんか配信、配信者っぽいな、餌、餌、餌付きされたね、え、めっちゃダウン集ない、うん、普通にモコモコしてないの選んだ、モフさん、レインボースターありがとうございます。誰も号泣とは言ってない、確かに、でも絶対ケーキみんな汗かきだからね、そう、まずあの3曲目、じゃあの3曲が激しいのに長袖で踊るから、もうめっちゃ汗かくんよ。シルちゃん、ゴールドマイクありがとうございます。球技はね、何ができるかな、誕生日イブイブおめでとう、そうやです、2日前やから、あとはタマナちゃんに会いに行くね、バドミントンと、ね、テニスはニムさん、ハートありがとうございます。あとは生誕祭みんな当たれ、マジで皆さん来てください、野球もできないです、待ってます、そのくらい、生誕 T シャツに、あ、買いに、あさって何杯行かないと、え、もう出てる、多分、え、出てないかな、わかんない、着いた、お疲れ、ガンダッシュで来たんですね、お疲れ様です、ない、この語尾がちょっと気になる、好きだへい、早く公園で会いたい、今日もかっこいい、ありがとう、レインボースターありがとうございます、パチ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 、これまた待ってます、元 NMB48 山本彩香さんと誕生日が同じなんです、そうなんです、同じなんです、光栄なことに、嬉しい、モホさんペンライトありがとうございます、あ、ありえるかも、すごい可愛い、これ、あの旧規制と同じ、タバさんハートありがとうございます、9なんだよ、今9分 OKOK、 ありがとう、でも多分まだ15分にやねん、15分経過したので、ちょっと今日はね、バタバタなんで、シュルちゃんハートありがとうございます、え、じゃあ13位から読んでいきます、藤田ニコルさん結婚したの、ありがとうございます、ね、初死に、ナンパルさんありがとうございます、11位ロシさんありがとうございます、見てても暑いです、溶けないで、ほんまに今日はマジで溶けるかもしれへん、なんか今日は一段と暑いですよね、8位キクちゃんありがとうございます、アレミザーさんココナッツありがとうございます、え、それで今日、今日が高校3年生17歳っていう最後の公演です、そして7位、はい、マットジャックリロイさんありがとうございます、いやで、やから6位マスオさんありがとうございます、みんな17歳の5位ジローさん、最後の公演を、あ、4位見届けてください、アレミザーさんペンライトありがとうございます、なんか GG もありがとうございます、サイさんハートありがとうございます、ありがとうございます、公演はマナミの生誕祭まで我慢します、そう、マジで生誕祭皆さん来てください、はい、皆さんあの公演6時45分からです、待ってます、グルさん、ありがとう、ね、ゴールドマイクありがとうございます、はい、それではまた同じ誕生日なので敬意を込めてマナヤンと呼ばせてもらいます、ちょっとマジで光栄すぎるな、それは、待ってます、ありがとうございます、よしどうしよう、17歳ラスト公演、今日
日曜日誕生日ケーキ買いに行かなきゃだなって、あの本人不在の誕生日会してねみんな。M さん紙吹雪ありがとうございます。紙吹雪よな、多分紙吹雪みたいなやつ。花が終わるの、え、それで花のセブンティーンって言わへんくなんねん。え、めっちゃ悲しくない？無理だよ。あ、ヘイヘイも17歳も今日も、ヘイヘイの17歳も今日で最後なのか、かわいい。17歳最後なんがかわいいんですか。まあまあまあ、見納めてくれ皆さん。先輩も含めて18歳メンバー多いもんね。そう、めちゃめちゃあの05世代がいはります。17歳ラスト回見届けに行くね、待ってます。ひろくんハートありがとうございます。あ、後でちょっと見て、怒られる？違う、立ち位置のこと。怒られるからちょっと分かった、分かった、ありがとう。ちょっと教えてほしい、怒られるわ。誕生日おめでとう。31のアイスケーキだっけ。そう、え、どうしよっかな。なんかさ、ケーキってまださ甘いのめっちゃなんかずっと食べ続けられへんタイプやからさ、さチーズケーキが好きでしたっけ。え、何ケーキが好きやろうマナ。チーズケーキなどのさっぱり系かなどなど。今日も美人だ爆発してるって、ありがとうございます。え、待って、やばい時間、12分待って、12分ややばいぞ。13分だったら先に男女読みます。じゃあでもまだマイクつけるのめっちゃ早いから、マジで爆やから、爆速。17歳最後、そうです。今日なんか違う、え、違うよな。じゃあ前髪が分厚くなったことは知ってんねん。でもなんか違うよな、多分あれ公園メイクだからかな。へい、誰に怒られるのって、あのゆかたんがなんか教えてってきました。東さん紙吹雪ありがとうございます。すごいこのギフトのさあれめっちゃなんかあれかわいい。あえて和菓子とかはあえてすぎるな。でも全然和菓子もな好きなんで。あ、ゆらくんハート500個もありがとうございます。セットシさんもハートありがとうございます。18歳のヘイヘイ楽しみだな、キャラ変わるの。いやもう人は変わらないので、年を取ろうと、まあ、ちょっと大人っぽくなろうかなって思います。え、なに TikTok だろう。なんで笑うん、なんで笑うんね、失礼。暑さのせいかヘイヘイが可愛く見えるけんって、おい暑さのせいかってなんやねん。ついてるじゃないか、あかん。紙印刷していきます。待ってます。めっちゃ頭パンってちょっと、え、待って今何分。14、あ、待って14分やばい、待って、じゃあ今からランキング読みます。はい、ちょうどぐらいじゃない、13分、間違えた。やばい、13位かよさんありがとうございます。ありがとうございます。12位ねはれむさんありがとうございます。ありがとうございます。11位ぐるさんありがとうございます。ございます。10位アルフィンさんありがとうございます。ありがとうございます。9位ふたばさんありがとうございます。ありがとうございます。8位ジャさんありがとうございます。ありがとうございます。7位シロちゃんありがとうございます。ありがとうございます。6位野原慎之介のすけさんありがとうございます。ありがとうございます。5位瀬戸志さんありがとうございます。ありがとうございます。4位 M さんありがとうございます。ありがとうございます。3位真帆さんありがとうございます。ありがとうございます。2位ゆらくんありがとうございます。ありがとうございます。そして1位が東さん、東さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、バタバタしてたんですけど、17歳、今日17歳最後の公演やねん。え、よかったね、よかったね、でなんやねん。17歳最後の公演をなので楽しんでいきたいと思います。最近つけてる、え、もう15分表示出てる。え、待って、待てない、まだ多分そっちでは出てないと思う。ちょっとしかやってないの、やばいよな、15分なってんも。でもな、あのね、
9分時点で8分前に1時9分時点で8分前にやっとったけど16分ぐらいならないとダメだった、うん、そう、あ、次16分乗っちゃった。15分かまだ16分でもうちょいだよって、え、やばいよな。でも本当にありがとうございました、皆さん公演17歳最後の公演楽しんでいきましょう。バイ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 